ナナプレのチーニです。レビューザウォッチ開封動画編、今回はビジネスにもぴったりなセイコーの新型電波ソーラーモデルをご紹介します。早速チェックしていきましょう。レビューザウォッチ。じゃん、三振のシンプルなデザインです。こちらがセイコーセレクション S シリーズの商品番号 SBTM323、 メーカー希望小売価格が 49,500 円のモデルです。すっきりしてていいですね。いかがでしょうか。地震、噴震、日付表示と必要なものだけ残しましたっていう感じのシンプルなデザインです。ケース径は 39.5mm で標準的な使いやすいサイズじゃないかなと思います。インデックスはサイドにカットが入っていて、角度によって光って上質感があります。インデックスと針にルビブライトが使われているので視認性良しですね。風防は高級時計にも用いられるサファイアガラスです。スーパークリアコーティングがされています。光の反射が抑えられるので文字盤が見やすくなっています。表層の防護膜により汚れもつきにくくなっています。高級感がありながら視認性も問題なしのデザインです。こちらの商品、カラーバリエーションが全部で5つありまして、ブラックの他にホワイト、グリーン、ブルー、オールブラックがございます。どれも人気の定番カラーです。ホワイトの商品番号は SBTM317、 メーカー希望小売価格 49,500 円です。真っ白なので爽やかですね。これ1本持っていればオンオフ使えるので安心です。グリーンの商品番号は SBTM319、 同じく 49,500 円です。深めのグリーンで使いやすい色味だと思います。今年グリーン流行ってるので、普段シンプルな服を着る方はワンポイントの差し色に持ってくるのもいいかもしれません。ブラックの次にナナプレでは人気があります。ブルーの商品番号は SBTM321、 同じく 49,500 円です。ネイビーまではいかないですけど、濃くはっきりめのブルーですね。白黒文字盤をすでに持っていらっしゃる方はバリエーション追加でいかがでしょうか。最後はオールブラックです。商品番号は SBTM325、 こちらはメーカー希望小売価格が 55,000 円です。オールブラックのみ価格が異なります。全部ブラックってなると雰囲気が全然違いますね。かっこいいです。このオールブラックと先ほどのブラックを並べてみるとこんな感じです。文字盤は同じなんですが、ベルトが違うだけで雰囲気が変わりますね。どちらかというとこっちのブラックはビジネスより、左はビジネスももちろん大丈夫なんですけどカジュアルよりですかね。どっちもかっこいいです。スペックはざっとこのような感じです。駆動方式は電波ソーラーで時間調整がいらないので便利ですね。素材はステンレススチールです。防水性能は日常生活用強化防水10気圧で、普段使いには十分なスペックですね。バックルはこのように開くようになっております。着用するとこんな感じです。着用しているのはナナプレスタッフで、腕回りのサイズは約16センチです。シャツによく似合ってますね。時計のサイズは縦 46mm、 横 39.5mm、 厚さ 9.5mm で、まあ、腕の収まりもすごいいい感じがします。シンプルで流行りとかも関係しないデザインなので、年齢問わず長く使っていただけるかなと思います。プレゼントを探している方にもおすすめです。いかがでしたでしょうか。今回はセイコーセレクション S シリーズから SBTM323 ほか、カラー違いのモデルをご紹介させていただきました。商品の詳細は概要欄の URL からご確認ください。この商品いいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。